孫権は医療に劉備を下し、五色は再び同盟を結ぶこととなった。これにより天下は再び五色と葬儀での天下二分の様相となる。孫吾は揚州の戦線に専念、義と一進一退の攻防を繰り広げた。その後数年が過ぎ、軍を整えた曹丕が満を持して南征を開始。大都督曹休を中心とした精鋭を孫吾との戦線に投入してきた。情勢は次第に曹魏へと傾き、孫吾の将兵は疲弊。中には魏へと投降する者まで現れ始めた。この危機を打開すべく、孫吾の将周豊は孫権に騎兵を奏上する。孫権はこれを採用すると、実地の指揮を陸遜に一任した。周泰、梁騰、鄭鋒らの武人たちも騎兵をなすべく奮い立つ。乾坤一擲、石庭の地を舞台に孫吾の大芝居が幕を上げる。投稿うまくいったのか。義も随分と間抜け揃いだね。さて、あとは敵を追い払うだけ。油断せず全力で叩くとしますか。それがしは周豊殿が誘い出した義軍を撃つ。捨て身の策、武にて報いねば。この戦に勝ち、孫吾の力を取り戻す。愛しき故郷の風景を守り抜くために。この戦、皆で力を合わせて勝ちましょう。孫吾を、大切な人たちを守るために。殿、伝令から砲が入りました。周豊の投降、早急を欺けたとのことです。しかし周豊のやつ、思い切った策を。偽りの投降で義の都督早急をおびき出す。これで敵の陣は崩れたも同然です。あとは全軍で敵を駆逐します。この淮南から義を一掃しましょう。ああ、そういえば陸遜、投降の義書だが。ね、はい、私と周豊とで書き上げました。何やら孫吾が滅ぶ理由を列記したらしいな。どのような理由か私にも聞かせてくれ。いえ、あれはただの方便です。あの書状に真実など欠片もありません。ほう、それならばいいのだが。さあ殿、出陣の号令を。陸遜、指示はお前に任せよう。周豊の計を成功させ、義を打ち払うのだ。周豊殿には敵を誘導していただきます。そのためにまず敵を進軍させなくては。城の南側の拠点を落としましょう。敵はそれを奪回すべく前進するはずです。敵の懐に潜り込むなんて大胆な策だね。バレなきゃいいけど。どうなるんだ。周豊殿は一緒にて見事早急を欺かれた。策を成功させるため我らも奮戦せねば。策を成功させるには耐えることが重要です。周泰殿、敵の移動を辛抱強く待ちましょう。伝令、敵の本体が到来した模様。こ
ちらへ向かって進軍中です。五軍が動いたか。ならば我らも撃って出るぞ。我々の動きに敵が反応しましたね。これより策の実行に移ります。周邦殿が計略地点まで敵を誘導します。我々は撤退を装い敵の油断を支えましょう。まず南の敵拠点を制圧しましょうぞ。その勢い誰にも止められますまい。一人とは戦を知らぬ素人と見える。これで撤退を装えたな。あとは周邦を信じるのみだ。
肉にしてあげる。熱してあげる。すごいね。素敵だ。こいつ。私の邪魔をした人の顔、覚えておく。勝利するためにな。周報の帰京はなり、早急率いる魏軍は石庭から後退した。勝負の孫悟、その気風と実力は大国である宗義とも互角。いずれ魏と蚩尤を決する時が来ると呉の誰もが確信していた。これを受け建業ではある提案がなされる。皇帝即位、宗妃は漢の帝から禅譲を受け、劉備は破食で食漢の帝を合した。それらから遅れること数年、孫権も帝たるべしとの声が上がる。しかし孫権は熟考する。帝とは何か、武門孫家のあるべき姿は、そして自分とは。受け継いだ三代の志が、天下への思いが心に形を成していく。そして若き虎は決意する。私は迷っていた。大志を抱き、天下を目指しながら、それでも迷い続けていた。武門たる孫家は官室の刃であるべきではないのかと。帝を名乗るなどすべきではないと。ですが宗妃は官室から禅譲を受けました。もはや仕えるべき官室はありません。劉備もそのこの劉禅も食漢の帝を戦勝しましたしね。まあ今となっては孫悟の進化ですが。帝とは何なのだろうな。今ここに至って私が名乗るべき意味はあるのだろうか。帝となり天下を制すれば天下万民が仰ぎ見る。
帝となる理由はそれで十分ではないでしょうか。ほう、わかりやすいようにか。そう考えるとなるほどと思えるな。孫賢様、お立場がどうなろうとも、私は孫賢様のおそばにいるだけです。きっと皆も。よし、もはや迷うまい。今よりこの孫厨房は御帝を号する。皆、我が天下のため一層奮戦してくれ。